津田沼高5年生柳正樹選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はコーチにどういうアドバイスをもらいましたか？縦に行くところは行って、右と間を行けるところは行ってって言われました。できましたか？ちょっとできました。好きな選手はいますか？はい。誰ですか？メッシ選手です。好きな女の子はいますか？いません。本当ですか？はい。じゃあチームでマルバでプレーしてチームで生かされていることはどういうことですか？周りを見て伝えると話すを伝えられてます。伝えると話す、はい、話すと伝えるをやっています。じゃあこれからもレベルアップしてチームで活躍できるように頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。